してロボパパです。ごわせごと、はい、はい、今回はディズニーランドに来てます。イエーイ。いいよ、デザートでもジュースでも何でも、はい、ご飯でも、うん、お腹空いた。朝ご飯も食べられないので、うん、よし、楽しみたいと思います。ロボママはシェフのおすすめのセットを頼みました。はい、まず前菜かな。前菜からですね。こんな感じです、めっちゃ美味しそう。サーモン乗ってるね。形が変わったやつ、クッキーみたいな、うん、そう、何かをかたどっとっていうと全く聞こえない。帽子やん、ウッディの帽子やん。ウッディと帽子、うん、これなんかトイストーリーのスペシャルセット。あ、そうやな。もうちゃんと見てない。何のために頼むのかな。食べるためですで、パパとワタル君はパスタセット、タケちゃんはお子様セットを頼んでるんで楽しみやな。今から来まーす。はーい、ワタルもパン来ました。タケちゃん、お子様セット。タケちゃんで、パンスープ付き。ほんまや、スープ付いてる。めっちゃ可愛い。ミッキーの人参も付いてます。はい、じゃあいただきます。パンが美味しい。パンな、パン美味しいな。この中で一番美味しいのがパンや、うん、パンしか食べてへんやないか。パンもめっちゃ美味しいわ。これも美味しいよ。このテリーヌ、お肉と野菜を固めたやつ。これもすごい美味しい。美味しい。これ美味しいな。うん、まだ渡るくんとパパはパスタが来るんで、それも楽しみやな。あ、お母さんも来るの。え、お母さんこれだけじゃなかったね。あ、わい。シェフのおすすめ、これだけだもんね。はい、来ました。スパゲッティ。混ぜよ。渡るくん、カルボナーラめっちゃ美味しそうやん。なんでこんなに細かくできる。めっちゃ美味しそう。スライスやん。そしてパパがボロネーゼで、ママはスペシャル。スペシャル、スペシャルというかおすすめセットのやつです。プニーのなんかやと思う。ちょっといつも選んど一瞬しか見ないから、なんでちゃんと見ない。なんでちゃんと見ない。見たんや、見てこれと思ったけど、レシのおすすめやから選んだ。わかりました。じゃあいただきます。マジでこれマジでベーコンも美味しそう。匂いがする。匂いは伝わらへん。ちょっと刺してあれ回して食べる。めっちゃ美味しいやん。チーズなんか、最後にどうやった？美味しい？美味しい。終わった。めっちゃ美味しいわ。わたるも美味しいか。満足そうです。はい、めっちゃ熱い。じゃあ、もうすぐ食べれそうやな。うん、めっちゃ熱い。はい、まあ値段が気になるところですね、うん、デザート来ました。これドレスをね、あのトイストーリーの貴婦人のおもちゃあったやん、あれをかたどったデザートで。これムース、食べてみる。いちごのムース、うん、食べてみる。いる？あって、今日いる？いらんの？いちご欲しい。いちご欲しい。はい、たけるちゃんにチョコレートを取られます。いちごを取られます。こっちじゃない。こっち？あ、じゃあもう美味しいね。よかったです。はい、というわけで1食目終わりましたね、ここではね。はい、というわけで今回の食事の金額はこちら、バン、7300円。あと3000円ぐらいで1万円しか来てもらう。ライブ行くで。そうや、でも結構お腹いっぱいやった。お腹いっぱいやな。どうやろ。でもまあまあまあ、だから楽しみますね。もう全然余裕やな、余裕余裕。1万円以上やったら余裕よ。今からいろいろ食べたいと思います。まだまだ、はい、なんとたけるちゃんのお子さんもセットにこちらコーキーキットがついておりました。はい、これ手袋生だな。はい、というわけで今からカリブの海賊たちに乗ってきます。イエイ。たけるちゃん、カリブの海賊どうでしたか。楽しかった。楽しかった。まあ
は怖くなかった？しかも面白い。面白かった。まあわざどうやった？びっくりしたところが一つあって。あ、まあそうやな。楽しかった？はい、面白かったです。結構ね。よし、じゃあ次行きましょう。はい、じゃあ渡るくん、続いてこのスターツアーズに乗りたいと思います。スターツアーズやって行ってみようか。はい、スターツアーズ終わって戻ってきました。どうでしたか？短かった。短かった。たけちゃん、楽しかった？酔った。うん、パパも酔いました。もう一気に疲れたな。はい、じゃあ次行きましょう。はい、続いて休憩してます。で、たけるちゃん、これはストロベリーゼリーが蓋に入ったメロンソーダです。なんかつぶつぶ、これかな。うん、まあ、タピオカではないわな。うん、飲んでいいよ。飲んでみる。どう？あ、ゼリーだ、ゼリーだ、すごい。はい、それとこれなんかケーキです。たけちゃんがケーキ買いました。ケーキ買った。はい、はい、で、金額ケーキが390円で、ジュースが400円、1個ね。だから合計1990円。まだ残った。残り1200〜1300円ぐらい。余裕や、余裕や。全然もう1人で1万円食べようとか余裕です。楽しみね。まあまあ1人やったら厳しいかもしれんけど、4人やったら全然余裕です。はい、はい、続いてビッグサンダーマウンテン、こちらに乗っていきたいと思います。ジェットコースターやけど、渡る大丈夫？大丈夫。たけちゃんは大丈夫？大丈夫。大丈夫ですか？はい、じゃあ行ってきます。はい、帰ってきました。どうでしたか？いや、最高でした。うん、ではさっきの、3D の室内のリベンジも大丈夫。大丈夫だった。その絶叫系じゃなくて、いろいろ動き回る感じだったな。ぐにゃ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 。ただ気分悪くなる。いや、でも全然大丈夫。そう、お父さんちょっと気分良かったな。たけちゃん大丈夫だった？面白かった。うん、大丈夫やね。渡るは？え、全然怖くなかった。怖くはないな。やりたい。もっとやりたかった。まあ、もう一回やりたい。まあまあ、まだ乗るものいっぱいあるから。よし、次にレッツゴー。はい、続いてリロ&スティッチのアロハショーかなを見に行きたいと思います。はい、というわけで今休憩中です。はい、デザート買いました。これ、まあ、かき氷の梨味みたいなのと、あとタピオカドリンクみたいだけど、これは、ゼリーですね。丸いゼリー。あ、こぼした。何しょ、もったいない。何しょ。はい、ね、こちらの値段が合計で1530円でした。ということで1万円見事オーバーしました。早かったね。家族4人だったら早い、やっぱり。もうお肉食べたい。そうやな。まあまあ、まだもうちょっと続けようか。1万円以上超えたけど、家族4人だったら一体1日でいくら食べるのか、ちょっと続けたいと思います。はい、なんかいろいろ見たりしたことあったんね。まあ、まだ晩ご飯もあるから。もうなんか見てた。肉食べたいね。はい、じゃあ行きましょう。1本500円のチキンです。照り焼き。たけちゃんが食べたいって言ってな。美味しそうやん。うん、うん、美味しい。おいしい。ガブリ。はい、マダルくん、おいしいですか？おいしい。おいしいな。柔らかそう。出来焼き味だな。最高。めっちゃおいしい。柔らかいな。はい、続いてこれ最後かな。わー、すごい。ほら、チーズドッグ。そしてパパはホットドッグを買いました。晩ご飯やな、もうこれ。ママとマダルくんは今回は買いませんでした。はい、まあ、タケルちゃんのリクエスト。めっちゃ食べるよ。はい、じゃあ美味しくいただきます。ちなみにこのホットドッグとチーズドッグの値段セットで、1710円でした。はい、なんかいきなりママとワタルくんが買ってまいりました。はい、冷やしうどんでございます。ミッキーが野菜が入ってる。セットにしたらさ、ミッキーがおるんや。ミッキーがおるんやけど、食べたい。いただきます。ママ、これ。あ、そうそう、ちなみに値段1510円でした。はい、はい、というわけで1万円分食べきりました。うん、それ以上に食べきりました。そうですね、結構使ったね。食べ物だけで結構ね。はい、だから今から散々乗って食べて遊んだので、またお店を買いに行きたいと思います。はい、はい、というわけでこの動画少しでも良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくね。Twitter、Instagram、TikTok もフォローしてください。バイバイ。バイバーイ。